蒼月の章、正解の説、鉄壁の要塞。クロードが盟主の座を降りたことで、レスター諸侯同盟は解散。同盟諸侯は王国に進化の礼を取る。混乱していた王国内も徐々に落ち着き、ディミトリのもとにまとまりつつあった。勢いに乗る王国軍は帝国軍との決戦に臨むべく軍を南下させるのだった。なんだ、訓練じゃねえのかよ。まあいいけど。ありがとな。うまい。何？ごちそうさま。なあ、先生も体を動かしたくならねえか。訓練しようぜ、訓練。先生、いえ、何でもないですから。あの、ちょっとお話ししません？人のいないところで。もう率直に言っちゃいますね。私、先生のこと苦手なの。あなたは指導者として見守ってるつもりかもしれないけど、なんだか意味ありげな視線が私の心を見透かしてくるようで。いいの、先生にその気がないのも、私が自意識過剰なのも分かってるわ。私はね、何も持ってないんです。領地も家柄も財産も知恵も武芸も。だから歌姫としての人気にすがって舞台を降りても演じ続けてる。先生の視線はそんな私に、演じてるのはお見通しだぞって訴えてるみたいで、それが私があなたを苦手に感じる理由。ね、代わりに何か先生の弱みを見せてくれません？弱みを握っちゃえば苦手に感じることもなくなる気がしないかしら。それじゃあ失礼して。先生の弱いところはどこかしら。
耳、首筋、脇、それとも今度私を見透かすような目をしたら弱いところを徹底的に。先生、どうしたらそんな風に無反応でいられるんですか？人の血が通っているのかしら？そんな冗談。え？本当に動いてない？なんて、そんなのに引っかかったりしませんよ。何か仕掛けがあるんでしょ？いよいよ今節からは帝国との決戦に臨むことになるな。王国内の兵は東部諸侯の手によって一つにまとまりつつあります。またアリアンロッドの解放により西部の領主も続々と服従を表明しています。国内情勢もだいぶ落ち着いてきましたし、同盟も味方に引き入れられましたしね。なんだか勝てそうな気がしてきたかも。最初はあんなにバラバラだったのにね。そうね、今になって考えると本当にここまで長かったわ。レアの居所も見当がついた。予想通りではあったがな。やはりレアの身柄を奪還するためには皇帝を打ち倒さねばならないか。あの大修道院から帝都に進軍するためにはまたミルディン大橋を通るんですよね。そうなるな。同盟の協力が得られた今通行に支障はないはずだ。橋を通過した後は元々の想定進軍路をなぞるようにグロンダーズ平原を南下、その向こうにそびえる不落要塞メリセウスを奪取する。メリセウス要塞、知っています。あのアリアンロッドにも並ぶ堅牢さだとか。もともと帝国の軍務卿を務めてきたベルグリーズ伯が兵を置いていましたが、密偵の探るところによれば大規模な軍勢が要塞に入ったとのこと。これまでの損害を埋め合わせるため各地の兵を呼び集めたのかもしれません。避けて進めば背後をつかれる。ならばここで落としておくべきだ。メリセウス要塞を奪えば帝都は目前。文字通りこれは帝国最後の砦だ。なるほど、ここを落とせば女帝の喉元に剣を突きつけることになると。けどここが最後の砦だというなら皇帝も必死に守りを固めてくるでしょうね。それについて先ほど報告があった。メリセウス要塞に駐屯する軍の指揮官はかつて俺たちが何度も刃を交わしたあの死神騎士だ。そう、要塞にはあの子がいるのね、エミール。これでさらに上を目指せる。
秘密の作戦、心沸き立ちます。奇襲私好みます。要塞攻める、何かの策使う。私そのように考えました。しかし違う奇空でした。力押し、力攻めする、します。奇襲安全ゆえに私好みます。正面から戦う危険です。気合い入れ直す、します。先生もしますか。そうですね、うちの実家は戦火に巻き込まれずに済んだみたいです。実質大規模な戦いの場になったのはデアドラだけだったようですからね。それもクロード君の狙いだったのかな。だとしたらすごい人ですよね。それにしてもクロード君はどこに行っちゃったんでしょうね。フェリックスさん。またお前か。今度は何だ。薪割りを頼んだりはしませんわ。今日はあなたとお話をしに来たんですの。フェリックスさんは生きるために人を切らなくてはいけないんですわよね。その話か。その通りだが、何か異論でも。いえ、異論などございませんわ。私もあなたには生きていてほしいですもの。そうか、ならば話は終わりだ。俺は稽古に戻る。お待ちになって。私の話はまだ終わっておりませんわ。今の戦乱の時代ではフェリックスさんは生きるために剣を振るわねばなりません。でしたら私はそんな戦乱の時代は早く終わらせたいと思っているんですの。そのためには人を切らねばならん。それは確かにそうかもしれませんわ。けれどその先にはフェリックスさんが人を切らずに済む未来もあるのではなくって。そんな未来を夢見るのは結構だが、そこに俺の居場所はない。何しろ生まれてこの方剣ばかり振るって育ったようなものだからな。難儀な生き物だ、剣士というものは。平和のために戦っておきながら、いざ平和な世界が訪れれば生きがいを失う。そんなことでしたら心配ご無用ですわよ。そんな時代が来ても大丈夫。また私が薪割りをお願いしますもの。薪割りだと。薪だけでは物足りないとおっしゃるなら、果物でもお野菜でも何だってご用意しますわよね、フェリックスさん。居場所も生きがいも新しく見つければよろしいんじゃなくって。失うことを恐れるなんてあなたらしくもありませんわ。本当にお前というやつは、ああ考えたこともなかった。そういう生き方もあるのかもしれんな。興が湧いた。お前の夢見る未来とやらのために剣を振るってみるのも悪くないかもしれん。嬉しいですわ、フェリックスさん。これからも一緒に頑張りましょうね。人ではなく薪やお野菜を切って暮らしていけるような、そんな平和な世界であなたと一緒に過ごせる日を楽しみにしていますわね。父さん、お祈り？そうだ、私にはこうして祈ることしかできない。あの忌まわしきダスカーの地で多くの者が命を落とした、私のせいで。父さんのせいって言うけどさ、私はそうじゃないと思う。殿下は父さんを恨んでない。ランベール様もきっとそうだと思う。
でも多分父さんにとってはそういう問題じゃないんだよね。私には王族を守護する使命があった。命に代えても守らねばならなかったのだ。たとえ殿下が私を許しても、騎士の誓いと矜持とが私を許さない。騎士とはそういう生き物だ。それは父さんを見てればわかるよ。母さんだってわかってたと思う。だけど国を逃げ出す前に一度でいいから家族のことを思い出してほしかったな。誰が父さんを責めても私たちだけは父さんの味方でいるつもりだったのに。すまなかったな。いつかも言ったと思うけど、別に謝ってほしいわけじゃないもの。アネット。何？これを。手紙の束、こんなにたくさん。中を見てもらえばわかる。気に触ったなら捨ててくれればいい。もう父さん、また勝手な。あれ、これってまさか。やっぱり私と母さんへの手紙、こんなにたくさん。どうして？読んでみないと。総裁とか城裁っていいですよね。引きこもるのにぴったりで、しかも難攻不落なんですよね。落とせたらぜひとも引きこもりたい。言われてみれば、そしたら難攻ちょい楽になるんですかね。あ、先生、いいところに。父さんに何とか言ってやってくださいよ。父さんたらここ最近もうずっと働き詰めで、訓練や雑務の合間にも何かの報告を毎日毎日聞いてるみたいだし、もう結構な年なんだからあんまり無茶しないでほしいのにな。先生、いよいよ帝国を攻めるんでしょ。なんだかちょっと緊張してきました。必ず皇帝をやっつけてレア様を連れ帰ってくださいね。僕、お祝いの準備をして待ってますから。皆さんの武運を祈っています。そういえば難攻不落の要塞に正面から打ちかかるなんてなかなかすごいですね。まあメリセウス要塞は頑固な老将軍の異名を取るくらい古い建造物ですから、頑固な反面脆い部分も結構ありそうです。その辺の隙をつけるでしょうかね。レア様は帝都にいるって。帝国軍はなんでレア様を？まさか殺すためですか？じゃあなんで？まあいいです、帝国軍にさえ勝てばいいんでしょう。レア様はずっとあなたが来るのを待ってると思う。絶対助けてあげなきゃ。
しゃいませ。こちらでよろしいですね。ありがとうございます。またどうぞ。いらっしゃいませ。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね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 。ありがとうございます。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね。ありがこちらですね。ありがとうございます。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね。ありがとうこちらですね。ありがとうございます。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね。ありがとうこちらですね。ありがとうございます。こちらですね。ありがこちらですね。ありがとうございます。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね。ありがとうこちらですね。ありがとうございます。またのご来店を。先生、先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。次はメリセウス要塞を攻めるというのは本当なんですか？やめた方が。どんな大軍で攻めても絶対に落ちないって聞いたことがありますし、やっぱりやめましょうよ。自分はまだ皆さんとお別れしたくはありません。先生、女の子を落とすのも要塞を落とすのも大事なのは一つだけ。一度内側に踏み込んじまえばいい。あとは流れでどうにかなるもんです。いやいやいや、俺はこれでも百戦錬磨の猛者ですからね。ああ、いや要塞攻めの経験の方はまるでないわけですけど、ま、正門さえうまくぶち破っちまえればあとは俺たちでもなんとかできるでしょう。もちろん勝つにはあんたの指揮が必要不可欠だ。頼みますよ先生。そうだね、メリセウスを守ってんのは死神野郎だってな。5年前フレンが誘拐された事件で死神野郎とモニカはつながってた。つまりは師匠の仇の一人ってわけだ。私らで絶対に討ち取ってやろうな。そういえば同盟が唐突に解散しちゃって、同盟諸侯は大混乱、領民も大慌て。かと思いきや
そうでもないみたいですね。円卓会議で事前に話し合ってたみたいで、どこも落ち着いて対応してるそうですよ。これでディミトリ君が暴君化したらまた荒れるかもしれませんけど、あ、今の彼なら大丈夫かな。ああ、王国領に足を伸ばしてきたのですがいい商売ができましたよ。王都でも周辺の諸都市でも復興のために何かと物資が必要だったらしくて、さて次はどこへ行きましょう。私は帝国を追われてここに来ました。帝国領内に我々の居場所はありませんから。とはいえ帝国領内にもまだセイロス教の信仰を捨てずにいる人々がたくさんいます。いずれまた帝国領内の教会を再建できると良いのですが。大司教様はやはり帝都に囚われていたのだな。しかしなぜエーデルガルトは大司教様を殺さなかったのだ。交渉材料として利用するならば大司教様がご無事であることを公表するだろうし、皇帝の思惑はわからないが、今は大司教様の無事を信じて戦うしかあるまい。どんなに堅牢な要塞も守る将が無能ならば簡単に落ちるとか言いますけど、メリセウス要塞はどうなんでしょうね。まあ僕が皇帝だったら大事な要塞に無能な将なんて絶対に起きませんけど。体制が決まれば争わず従う。クロードと同盟貴族の決断に私は感動しているよ。それこそが民を思う貴族の姿だ。先生もそうは思わないかね。戦争が長引いて最も苦しむのはまさしく戦地に住まう民衆なのだから。だがエーデルガルトは絶対に折れないだろうな。どんな犠牲を払ってでも理想を実現する。それもまた貴族の姿なのかもしれない。同盟が解散して同盟諸侯はこれからどうなっちゃうんでしょうか。いえ、父は世渡り上手ですから王国ともうまく折衝すると思います。ホドラの情勢が大きく変わっていく。私も変わらないといけないのかしら。レア様が帝国にいると分かっていれば、この5年を無駄にはしなかったものを。だが嘆いても仕方あるまい。どうせ時を巻き戻せはしないのだからな。今の我々にできるのは一刻も早く帝都を落とすことだけだ。さあ先生、
共に勝利をつかもうではないか。亡き団長のためにもな。待ちたまえ。そういえば、そうだ。それはそう。あら、クロードはどこへ行くんでしょうね。フォドラの外なんて言ってましたけど、去り際も妙に潔いというか、英雄の遺産まで置いていっちゃうなんて、最後までつかみどころがないというか、謎の多い人のままでしたね。やはりレア様はテートに囚われていたのですね。レア様を案じる全ての民のためにも、一刻も早くテートにたどり着かねば。しかしクロードはいつの間にレア様の行方を調べていたのでしょう。抜け目がないというか、なんというか、感服せざるを得ませんね。次はメリセウス要塞か。懐かしいな。俺の親父の領地にあるバカでかい砦でさ、高い壁の中に町があるんだぜ。ガキの頃にたまに遊びに行ったり。はあ、平和だったんだな昔は。要塞が遊びに行く場所だもんな。
きて食って鍛えて食って鍛えて食ってあとは寝るだけ。出撃の準備をしとけって言われてもおでがやることはいつもと同じだぞ。食うのも鍛えるのもフォドラのためだ。ってことでまずは飯を食うかな。同盟と王国は元は同じ国なんだろう。まあ分裂して元に戻ったと思えば理解できなくもない。しかしそれを言うなら王国も帝国から分裂してできたんだったか。無事にフォドラが統一されたとしてまたすぐ分裂してもおかしくないな。もしも帝国が滅べばフォドラの中に国境がなくなるかもしれませんよね。そうなれば商売のやり方も変わりそうです。今からワクワクしますよ。まさか同盟が解散するだなんてね、考えたこともなかったよ。まあどこが王国になろうと同盟になろうと私らの生活に支障がなきゃそれでいいけど。以降三日月戦争を知っているか。同盟領が王国から独立した戦争だ。300年ほど前当時のレスター大公が世継ぎのないまま倒れたのを契機にブレーダット家と血縁のあった諸侯たちがレスター地方の共和制統治を提唱してな。その筆頭たるリーガン家はレスターの諸侯を率いてファーガスと激しく争い、結果王国は同盟の独立を認め、そうして今に至るというわけだ。そうだ。ほう、な、の方は。懐かしいな。まあ。随分と遠回りして
時間もかかったが、ついにレア様の情報が入った。帝国を打ち倒し、レア様を取り戻す。それを一遍にやるわけだ。まずは剣城メリセウスが相手。思いの丈を力に変えて暴れ回ってやるよ。摂政のアランデル公が撃たれたとあらば、あの皇帝も多少は焦るだろうよ。このままの勢いでメリセウス要塞を攻略し、うまく帝都を落とせればいいんだが。楽観的なやつだ。人も獣も同じ。追い詰められた者ほど手段を選ばずに向かってくる。皇帝がどんな手を打ってくるか、警戒するに越したことはないだろう。なく気味の悪い男でしたね。もともと良い評判は聞かない人でしたけど。先生は旧フリュム家領って分かります？違いますよ。帝国領の一つです。コーデリア家領の南にあるんですが、イエデルガルトの代になってからアランデル公がその土地を治めてたんです。その統治がそれはもうひどかったらしくて、領民は随分と苦しめられたそうですよ。昔は公明正大な人物だったそうですが、わからないものですね。同盟がなくなったんですね。同盟の300年の歴史に終止符が。こうして歴史が動いた瞬間が後世には歌劇になるのかな。先生の役はきっとその時の歌姫が務めるわね。そしてディミトリさんの役がその相手恋愛関係に脚色されそうです。メリセウスは帝国随一の堅牢さを誇る不落要塞として知られている。君はあの要塞の異名を知っているかね。城塞都市アリアンロッドの異名だな、それは。しかしフォドラの人々というのは何にでも誰にでもすぐに異名をつけたがる。我が輩も紋章学の父などと呼ばれているが、これも異名といえば異名かね。先生、今節からは本格的に帝国と戦うことになる。覚悟はできているか、先生。俺か。俺も俺なりに腹をくくったつもりだ。まずはメリセウス要塞の攻略だな。厳しい戦いになるだろうが、必ず勝とう。この軍にとっても俺にとっても、お前が頼みの綱だ。よろしく頼む。そういえばクロードが名手の座を降り、
ベスターはファーガスに侵入した。王国西部の諸侯らも少しずつこちらに侵入を表明し始めている。残る敵は帝国だけだ。遠くまで来たものだな。クロードのやつ、同盟を解散したそうだ。王国の支配より独立し、独自の道を歩んだレスター諸侯同盟の矜持を捨てると。だから僕は最初から言っていたのだよ。あんなやつは名手にふさわしくないと。まあ、時代が変わったということかな。今の王国ならば信頼できる。あなた、あら。こうしてテイとアンバルに近づくごとに、つい昔を思い出してしまうのよ。私、富と貧困、栄光と挫折、繁栄と没落、全てがあの町にあった。懐かしいわ、もう遠い昔のようと思ったけれど、実際かなり昔になってしまったわね。そういえばメリセウス要塞はテイとアンバルを守護するために築かれた大要塞だ。要塞を落とさぬ限りテイトにはいけないが、落としさえすればテイトを裸同然にできる。レアがテイトにいると分かった以上、何としても勝利せねばな。死神騎士、思い出したくもない相手ですわ。先生もあの方と私の因縁覚えてらっしゃいますでしょ。私、あの方にすっごく怖い思いをさせられたんですのよ。もしあったらあの時の恨みを晴らして差し上げますわ。先生、いよいよレア様が囚われている帝国領内に攻め込まれるのですね。私たちはここで主に祈ることしかできませんが、皆様がレア様を救い出してくださると信じております。殿下とエーデルガルトの関係は王国でも限られた者しか知らぬことでした。ですがかねてよりそれを知っていた私のような者からすれば、あの二人がただの姉と弟のように相争わずいられる世界であればなどと、そんな決してありえぬようなことを想像せずにはいられないのです。頼みがあるのです。ありがとうございます。お前の指導のおかげだ。ありがとう。少し照れるな。みこん、you
だんだん仕上がってきましたね。質問があるんですけど。さすが先生ですね。だと思っていましたけれど、今ではもう確信しておりますの。あなたが特別な存在なんだって。だってそうでしょ。あなたは失われたはずの紋章を宿し、天帝の剣を自在に操ることができる。そして5年前のある日、あなたは髪の色も瞳の色も変わってしまわれました。お兄様や私と同じような色に。わからないんですな。お兄様は何も話してくれないから。その後あなたは皆さんを見事に導いてここまで戦い抜いてきました。今ではお仲間の誰しもがあなたを慕い、あなたの力を信じていますの。そんな真似をできる人が他にいて。あなた一体何者でいらっしゃるの。やっぱりお分かりになりませんのね。けれど私に似た髪の色になったということは、あなたが特別な存在である証だって。この際正直に申し上げますけど、私もね、皆さんとは違いますの。以前悪い人たちが私の血を狙った事件がありましたでしょ。あなたほど特別ではないとはいえ、私の血も希少ですのよ。つまり
私とあなたはお互いに希少なもの同士、しかも何らかの絆で結ばれていることは間違いないと思っておりますのよ。ですから私、あなたのそばであなたを見守っていくつもりですの。あなたは絶対に守らなければならない。そう思わずにいられないんですもの。あ、先生ったらかっこいいことおっしゃって。では私たちが力を合わせれば向かうところ敵なしですわよね。二人でやればあっという間です。はい、二人で頑張りましょう。十分な成果を残せたかと。私、進化成長です。だんだんと分かってきましたわ。周囲と合わせろなどと、とんだ無茶を言う。みんな、もっと声張りゃいいのに。大声出すと気持ちいいんだぞ。していただいて嬉しいですわ。感謝いたしますわ。落ち着きますわね。早く慣れなくては。いらっしゃい。またのご。
戦場を広く見なくては。いつでも行けます。さて、どう攻めましょう。任せてくれ。切り込むぞ。いい勝負だった。頼りにしてるわね。任せてください。進みますわよ。この程度は朝飯前ですわよ。いつでも行ける。ええ、任せてちょうだい。気を抜いちゃダメよね。全力を尽くしますね。皆を導かなくても。導いてみせる。彼らの死を無駄にはしない。通りに進められて。
割り切るしかないんです。力がなくちゃ何も守れない。導かなくては。学ぶべきことはまだある。目標はもっと高いところにありますから。さすがだね。仲間を守れてよかったわ。俺の方が強かった。それ心強いわ。戦場を広く見なくては。いつでも行ける。全力を尽くしますね。任せてくれ。ええ、任せてちょうだい。いつでも行けます。さあ、進みますわよ。任せてください。
さて、どう攻めましょう。手伝う。仕掛け時だな。足引っ張るわけにはいきませんから。切り込むぞ。今は成長を喜びましょう。私も捨てたものではないか。冴えているね。来たぞ。これで殿下のお役に立てる。私は迷いません。なんて頼もしいんでしょう。
分で選んだ道だから。役立てねえとな。手を貸す。これが私の覚悟の証。殿下のお役に立てる。バカにしないで。この調子で頑張らなくちゃ。いらっしゃいませ。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね。ありがとうございます。またのご…任せてくれ。終わった。さて、この技をどう生かすか。戦場を広く見なくて。全力を尽くしますね。さあ、進みますわよ。
しまえですわ。頼りにしています。切り込むぞ。ええ、任せてちょうだい。さて、どう攻めましょう。いつでも行けます。これが宿命だ。これだけ戦えば当然だろう。いつでも行ける。導いてみせる。彼らの死を無駄にはしない。これで戦況が動く。まだ成長できる。道だから。行くぞ、次だ。よいしょ。私に任せておいて。よし、勝てたね。次に備えなければ。一歩ずつ進んで行こう。人殺しの経験が私を成長させる。立ち止まるのは許されない。
い勝負だった。次に備えなければ誰も死なせはしない。そのための力だ。目標はもっと高いところにありますから。私も衰えたか。さあ進みましょう。今は成長を喜びましょう。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝です。ありがとう。ありがとうございます。こういうことです。実践に取り入れてみるか。先生、
なかなかうまくやれたと思います。体が勝手に覚えてくれるわ。今のさあ、先生。ま、もちろん。メリセ5年前、つまりは。そうです、バランス。ホドラの術。いい経験を得られたね。そういえば、殿下とエーテです。あの、そんな。先生。そういえば、メリ要塞レアが手。身についてきたみたい。それから昔のフェリックスは何をするにも俺と一緒でなければ嫌だとごねるように。お前が食事を楽しんでいるのは分かった。だがそろそろ黙れ。おい、
随分と抵抗。まずは殿下、いろいろありがとうございました。いきなりなんだ、かしこまって。軍を抜けるとでも言い出すつもりか？あ、いえ、この間ちょっと軍の用事で久しぶりに王都に戻ったんです。みんな暮らしはまだ大変そうだったけど、少しずつ昔の活気を取り戻してて、殿下がいなかったらきっとあんな風にはならなかったよなって思って。だから買いかぶりだ。俺はかつて彼らを見捨てて逃げ出したのだから。仕方ないですよ、王都に残っていたら殺されちゃってたんでしょ。もうそんなに根暗で卑屈だと父さんみたいな顔になっちゃいますよ。アネット、お前は知らないだろうが、あの5年間俺は多くの命を奪ってきた。将兵を、管理を、人を人とも思わぬようなむごたらしいあやめ方でな。そして俺が帝国との戦いに固執する間にも、王都では多くの民が命を落としていった。俺の手はすでに血にまみれている。許されてはならない、決して。殿下って私よりもよっぽど父さんに似てますよね。私たちを置いていなくなる前、父さんも同じようなことを言ってました。殿下にはあんな風になってほしくない。だから私この間考えたんですよ。私この戦争が終わったら殿下のお仕事を手伝えないかなって王様のお仕事なんて私に手伝えるかはわからないんですけど。どういう風の吹き回しだ。だって殿下って一人にしておいたら笑い方も忘れちゃいそうじゃないですか。暗い顔してたら仕事だってはかどらないし、私でいいならそばにいます。それでも悲しくて苦しいままなら声を上げて笑えるまでご飯抜きとか。ご飯抜き そこで笑わないでくださいよ。私だって真剣に考えたんですから悪い、つい。確かにアネットが近くにいてくれたら俺も暗い顔などしていられないな。ぜひ頼む、アネット。お前がいるから俺は笑っていられる。はい。おい、テテさん、そのすみませんでした。何がだ。以前一人でお料理を作ったことですわ。しかも失敗してしまいましたし、まさかあんな味付けになるなんて。失敗にも程がありますわよね。失敗は誰にでもある。でも私、師匠の、いえ、ルドゥさんの教えを破りましたわ。道具を完璧に使いこなす前にお料理を作ってしまったんですもの。ずっと謝らなくてはと。これでは破門ですわよね。お前は破門されたいのか。そんなわけはありませんわ。もっともっとお料理を教わりたいです。ならこのままでいいだろう。え、本当ですの。ああ、それにお前の料理はただの失敗ではない。確かに味はひどいものだった。だが料理に込められた思いは本物だった。食べるものを喜ばせよう、学んだことを忠実に守ろうという気概が感じられた。トゥトゥさん、まさか私のお料理召し上がったんですの。食べた。他でもない、お前が作った料理だからな。食材の下ごしらえや切り方、火加減、
どれも正確だった。それから魚のさばき方を教えたつもりはなかったが、いつの間に覚えた？あれはただ見よう見まねで。お前は筋がいい。俺もいつか追い越されてしまうだろう。トゥドゥさん、私てっきり怒られると思っておりましたのに。決めましたわ。私いつか必ずあなたに美味しいと言わせてみせます。何年かかるかは分かりませんけれど、それまでいろいろ教えてくださいまし。ああ、無論だ。たとえ何年かかろうとも、俺はその日を楽しみに待とう。さてフレン、次は食材の見立てと味付けを教えてやらねばなるまい。はい師匠。あ、すみませんデデさん。お前の好きに呼べ。ま、好きに？でしたらデュー様とかデューちゃんとかでも？二言はない。好きに呼んでくれ。ではデューちゃん師匠にいたしますわ。決めました。おい、おい、いつまで俺につきまとう気だ。なーに？あなたの言う通り、ちゃんと静かにしてるでしょ。何が目的だ？別に目的なんてないですよ。お前の噂は聞いた。貴族の男と結婚したいそうだな。俺に近づくのもフラルダリウス家という貴族の身分を欲してのことか。あのね、フェリックス君、大貴族だったら誰でもいいってわけじゃないでしょ。ただあなたに興味があるだけ。そんなに変かしら。意味がわからん。あなたは貴族にしては随分と不愛想ですよね。私の知る貴族ってもう少し気持ち悪くなれ合うみたいな印象だったから。ふん、帝国と王国では貴族の立ちも違おう。それにしたってあなたは自分が他人にどう見られるか頓着してなさすぎよ。そんなものはどうでもいい。俺は自分の腕を磨くだけだ。他人が俺をどう見ようが、戦えば俺の力は証明される。見てくれに惑わされて、その本質を見ない連中にはヘドが出るな。そうですね。本当に大事なのは本質かもしれません。私には自分の本質はよくわからないけれど、あなたになら分かるでしょうから。私はどんな風に見えてます？ただの貴族と結婚したいだけの女かしら。それじゃあね。どういう意味だ？おい、待っていましたよフェリックス、この時が来るのを。相変わらず想像しいなお前は。さあ、以前あんたにあげたお菓子の感想を聞こうじゃありませんか。さあさあ。感想？まあ食べられなくはなかったな。ふふ。そう、あんたもようやくお菓子の良さを理解したってことね。腹は膨れた。蛍光にも便利だ。戦闘中の糧食にはちょうどいいかもしれん。糧食？本当にあんたって人は。お菓子と糧食を一緒にしないでください。お前のこだわりはよくわからんな。だが甘いものという俺の弱みが消えたのは悪くない。とりあえずは礼を言っておく。よくわからない感謝のされ方ですが、お菓子に目覚めたのは良いことです。そうか。そういえばお前、今日は菓子を口にしていないんだな。いつも食べてるわけではありません。
もしかして欲しかったんですか？はあ、いや別にそういうことではないが、まあお前の作る菓子ならば食べてもいいとは思っていたが。まったく、しょうがない人。素直にちょうだいって言えばいいのに。じゃあ今日はこっちの新作をあげます。あんたのために作ってあげたんですからね。お菓子初心者のあんたでも安心して食べられる上品なお味です。ああ、さあ早速食べてみてください。さあさあ。悪くないな。そうでしょうとも。なんならこっちも、こっちも食べてみて。さあさあさあ。ほう、こちらもなかなか。そうでしょうとも。これに慣れたらもっと甘い方が良くなってくるはずよ。もしそうなったら私と同じお菓子を食べて至福のひとときを一緒に、一緒に過ごしてあげてもいいですよ。そうだな、それもいいかもしれん。おい、ん？どうしたアッシュ、今日は訓練に身が入っていないようだが。すみません、どうしても気にかかることがあって。雑念は訓練の妨げとなる。私で答えられる話であれば答えよう。ギルベルトさんの守るべき主君は王家の方々だったんですよね。けれど5年前、ギルベルトさんはガルグマクにいた。あなたほどの騎士がなぜ自らの戒めを破ったのか、理由が知りたいんです。痛いところをついてくる。ダスカーの悲劇を知っているだろう。9年前、国王の一行が惨殺された事件だ。はい、自分も無関係ではありませんから。私の兄は襲撃犯を手引きした嫌疑をかけられて教団に。お前は辛い思いをしただろう。すまなかったな。どうしてあなたが謝るんです？悪いのはギルベルトさんじゃ。私にも責任の一端がある。あの日、私が陛下のおそばに控えていれば、あの事件も大ごとにはならず、陛下も命を落とさずに済んだかもしれない。そう思ったからファーガスを去ったと。ああ、笑ってくれ。私は耐えかねたのだ。何もかもが私を責めているように思えた。ギルベルトさん、笑ったりはしませんよ。笑うなんてできるわけがない。だけどあなたは最後まで筋を通すべきだったと思うんです。一時の汚名を感受しようとも、いつか必ず名誉を回復する機会が来たはずです。あ、すみません、つい自分のことのように思えてしまって出過ぎたことを。いや、そうか。そういえばお前はあのロナート教の養子だったか。以前私にはもう一つ守りたいものがあったと言ったな、アッシュ。それは家族だ。私が国に置き去りにした妻と娘、ロナート卿は息子のために剣を取った。それが主に背く道であったとしても、私は一人の父親として兵を挙げたロナート卿を責められはしない。だがあの方も私と同じく本当に守るべきものを見失っていたのかもしれん。ロナート様が
本当に守るべきだったものですか？ああ、それはお前だ、アッシュ。お前もまたロナート教の息子なのだろう。僕がロナート様の。あのギルベルトさん、私には守るべきものがありました。最初から目の前にあったのに、どうして気づかなかったんだろう。私はロナート様の息子として、その誇りと意志を継ぎ守っていきたい。そうか、アッシュ、お前はきっと良い騎士になるだろう。いえ、私などまだまだで、これからもご指導いただきたいです。ああ、無論構わんとも。後進の成長を見るのは嬉しいものだな。おい、本当にもったいないわね。なんです、ドロテア。人の顔を見てため息をつくのはやめてください。だってせっかく何度もいろいろ教えたのに。グリットちゃんったら普段全然着飾ってくれないじゃない。はあ、ドロテアには感謝していますが、今は戦時中ですし、着飾るような機会も。あら、そんなにうろたえないで。ちょっとからかっただけよ、ごめんなさい。それにしても意外だったわ、グリットちゃん。あなたは貴族の令嬢なのに、化粧もおしゃれもほとんどしてこなかったなんてね。この前教えたのも基礎中の基礎でしょ。知ってて当然だと思ってたわ。以前アネットにも教わったのですが、やはりまだ見よう見まねの息は出ず。それにしたって腑に落ちないわ。彼女に教わるまで何も知らなかったなんて。もともと興味がなかったのです。子供の頃からそういうものには疎く、華美なおしゃれなどそもそも不要だと思っていました。美しく着飾り男性を魅了する術など、この絵騎士には無用の長物だと。でもあなたの教えを受けてからはその考えも変わりました。どんな風に変わったのかしら。おしゃれは男性を魅了するものではなく、場にふさわしくあるように装うものです。始終おしゃれでなくても、特別な場には相応の装いが必要だと学びました。もう真面目ね、グリットちゃん。場にふさわしいっていうのは建前でしょ。そこで素敵な出会いがあるのを期待しておしゃれするんじゃない。ドロテア、言っていることが以前と違うのではありませんか。以前はちゃんとした格好ができないと大人として認められないと。だってそう言わないとあなたは逃げちゃわない。それはそうかもしれませんが、それにあなたはおしゃれをすれば絶対に魅力的になると思ったのよ。実際素敵だったわ。はあ、固いつぼみが可憐な花を咲かせたような、思わず襲いたくなるほどの美しさだった。襲いたく。ドロテア、それは困ります。分かってるわよ。襲うときはちゃんと事前に許可を取るから。不許可です。おかしな考えを持つのはやめてください。おい、ねえ父さん、今いいかな。アネット、あのね、手紙は全部読んだよ。ずっと書いてくれてたんだよね。私の誕生日、母さんの誕生日、節目節目でいつもいつも。ああ。ねえ、どうして出してくれなかったの？
一通でも送ってくれれば。出そうとしては思いとどまった。自分を甘やかしているような気がしたのだ。そうして時が過ぎていくうちに、お前たちへの罪悪感も増していった。手紙を書いてみてもどうしても出せなかった。母さんといつも話してたんだよ、せめて手紙の一通でもくれたらだって。ずっと待ってたんだから。すまない。それは聞き飽きたからもういい。謝られたって仕方ないし。それより父さん、あの手紙母さんに出してあげてよ。絶対喜ぶよ。それは。じゃあ私から母さんに送る。それはいいよね。ね。あの手紙の処分はお前に任せると言った。じゃあ送っちゃおう。後で何か言っても知らないからね。あのね父さん、私嬉しかったよ。嬉しかった？父さんずっと私たちのことを考えてくれてたんだって。私も母さんもずっと心配してた。口には出さなかったけど、父さんは私たちのことを嫌いになって忘れちゃいたくなったんじゃないかって。それだけはありえない。亡き陛下に故国に誓ってもいい。そっか、じゃあ約束してよ。いつか、ううん、この戦いが終わったら私たちのところに帰ってきて。わかった、必ず帰ろう。絶対だよ、約束だからね。破ったらもう口聞いてあげないからね。ああ約束だ。うん。嬉しいな、また父さんと一緒に暮らせるなんて。ああ私もだ。おい、実りある指導だ。この成果が未来につながっている。理解が。嫌でもなれるというものだ。褒めるようなことでもない。先生。
なかなかうまくやれたと思います。無知を知るところからだな。ダメだったか。おお、おい。ずいぶん抵抗。まずは。先生、まずこの軍に。そうだな、そういえば殿下とです。あの、そんな。もうどそうです、アランです。あ、父さん訓練。しかし無事にフォド。フーノも来た。そういえばね、だが今のさあ。そうだ。
ば。先生、次俺の親父ガキの子。ああ先生。デスター諸行同盟公式戦士、そしてそうだな、我が輩も。ダメだったか。あら、ありがとうございます。再びミルディン大橋を越えた王国軍はグロンダーズ平原をさらに南下。しかし帝都アンバルに到達するには堅牢なメリセウス要塞を抜く必要があった。白銀の乙女アリアンロッドと並び称えられるメリセウス要塞、真っ向からの攻城戦は愚策だったかもしれないな。いえ、あの死神騎士がつまらぬ小細工に引っかかるとは思えません。また補給を断ったところで、これほどの要塞ならば数節は持ちこたえるでしょう。攻城に時間をかければ各所から増援を呼ばれる可能性も否めませんし。つまりはこれしかないということか。ならば最善を尽くすより他ないな。なあ先生、以前から死神騎士はお前との戦いを楽しんでいるように見えた。何をしてくるかわからない相手だ。十分気をつけてくれ。あのな、ここに来てお前を失うわけにはいかないんだ。無茶だけはするなよ。メルセデス、やっぱりあの要塞に死神騎士がいるのね。エミール、無理をしてまでお前が前線に出ることはない。いいえ、ダメよ。そんなこと言っていられないわ。あなたも私も同じでしょ。家族と戦わなくちゃいけないのは。なら私だけがこの戦いから逃げ出すわけにはいかないわ。私は必ずエミールを連れ戻してみせるわ。私はあの子のお姉ちゃんなんだもの。そうか、ならこれ以上は言うまい。
死ぬなよ、メルセデス。あの女、来るか。死神卿、正門が破られました。ついに来た。死神の鎌が貴様を断つか、その剣が俺を殺すか。そしてメルセデス、貴様もここで。いらっしゃいませ。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね。こちらです。ありがとうございます。こちらです。ありがとうございます。こちらです。ありがとうございます。またのご来店を。いらっしゃい。またのご来店。決めたら進むのみよ。正門が破られたか。踏み潰せ。だがあの女だけは。正門を破ったとはいえ、メリセウスは鉄壁の要塞。しかも敵の指揮官はあの死神騎士だ。みんな攻めの手を緩めるな。さすがは難攻不落の要塞。あちこちに防衛用の兵器が配備してあるな。各所を制圧しながら進軍しよう。あれに狙い撃たれると厄介だ。
いつでも行けます。任せてくれ。戦場を広く見なくては。さて、どう攻めましょう。全力を尽くしますね。いつでも行ける。切り込むぞ。私は歩む。恨んでくれていい。生きるためとはいえ力ばかり。憂鬱ね。Thank you.
け時だな。まあ、地獄でまた会おうぜ。ちょっとは強くなりましたかね。ためらいはしません。一歩ずつ着実に。この程度朝飯前ですわよ。経験は成長の糧ですわね。皆を導かなくても。任せてくれ。終わったな。生きる。さて、どう攻めましょう。私も行くから。これも未来のためってか。努力し。戦場を広く見なくても。援護しますね。逃がさない。いつでも行ける。全力を尽くしますね。割り切るしかないんです。力が。任せてください。こうするしかないの。さあ進みますわよ。私負けられませんのよ。少し
ええ、任せてちょうだい。まあ、地獄でまた会おうぞ。はっ、まだ僕は生きてる。さすがだな。いつでも行けます。戦場を広く見なくては。はいはい、皆を導かなくては。招き入れている将がいるようですね。その者を探し出して叩きましょう。増援を防げるはずです。
でも行けます。私は迷いません。慎重に行け。お前の名覚えておく。まずいか。さあ進みますわよ。戦場を広く見なくても、これで戦況が動く。ええ、任せてちょうだい。どうやら造園を招き入れている障害そのもの。戦場を広く見なくては。よし、勝てたね。切り込むぞ。いつでも行けます。いつでも行ける。悪く思うな。焦りすぎたかな。さて、どう攻めましょう。任せてください。ないんです。任せてくれ。
これで戦況が動く。見えた。遅い。タン。よし。よし、勝てたね。ダイナスものは覗くだけだ。もっと強くなりたいんです。戦場を広く見なくては。任せてください。全力を尽くしますね。いつでも行けます。切り込むぞ。
強くなってみんなを守りたい。任せてくれ。備えなくて。さて、どう攻めましょう。頼りになるね。
ち止まるのは許されない。皆を導かなくても。力は裏切らん。さすがです。彼らの死を無駄にはしない。
立ち止まるのは許されない。これで戦況が動く。また強くなれた。皆を導かなくても。こちらの増援は封じましたが、もう一方がまだ残っています。これ以上増援を呼ばれると厄介だ。そちらも将の撃破を急ぐぞ。終わったな。よし、これでもう増援を呼ばれることはないだろう。俺の方が強かった。それだけだ。
れで戦況が動く。
けにはいかないから。恨んでくれていい。帰りましょう、エミール。構うな、貴様の死に場所はここではない。私も行くから。ここで終わりよ。さすがにもう十分よね。敵将は討ち果たした。各小隊は要塞内部の制圧を進めろ。我らの勝利だ。不落の要塞に騎士の旗を立てよう。あの子にエミールに会わなくちゃ。
してみる。ごめんなさい。私たちがあなたを置いてバルテルスの家を出て行ったから、もっと早く迎えに行ってあげればよかったわ。ダメなお姉ちゃんでごめんなさい。メル、セデス、許してエミール。メイチェ、もう行こう。さようなら。殿下、要塞の制圧が完了しました。そうか、これでようやく帝都への道が開けたな。戦後の処理が済み次第、改めて今後の方針を話し合うとしよう。当然のことだ、どうということもない。それにな、先生、考えてもみろ、この戦争が終わったら公務はもっと山積みになるぞ。この程度。失礼します。ゴーティエ辺境博からの書簡を届けに参りました。ああ、分かった、すぐに読もう。なるほど、ファーガス国内の紛争はこれで一段落したということだな。は、現在は辺境博ら東部諸侯が中心となり、国内兵力をまとめております。今後同盟軍を交えて再編した兵と武士と大修道院に集めるとのことでした。おお、父上も頑張ってらっしゃるな。元気だったか、あの人。はい、それはもう、今は殿下に代わって横領の混乱収拾に当たっておられますよ。本当に辺境博には頭が上がらないな。後できちんと礼を伝えなければ。もろもろ承知した。受け渡しにあたって俺が大修道院に戻る必要はありそうか。その、それにつきまして辺境博からことづてがございます。ことづて。先日西部領主クレイマン子爵機下の者を捕獲したのですが、その、どうもダスカーの悲劇に関与したと述べているようで。なんだと。兵や物資とともにその者も大修道院へと移送するとのことでした。辺境博は証言の信憑性はともかく、その処遇は殿下が決められるべきだと。分かった、そういうことであれば俺も大修道院に戻ろう。先生、一緒に来てくれないか。ありがとう。